ゆずの夏色、はい、誰でも知ってるじゃないですか。うん、知ってる。もう全国民知ってると言っても過言じゃない曲、うんうん、もう発売当時生まれてなかった人ももう歌える、うん、超名曲。聞いたことはあるよね絶対。だけど、うん、まあゆずファンの人はねそんなことないかもだけど、うん、ただ夏色を知ってるだけの僕ら、うん、2番のサビ歌える？2番のサビ、1番は歌えるけど、1番はね、この長い長い下り坂をってね、うん、君を自転車の後ろに乗せてだけど、うん、2番のサビ歌える？そんなじやったっけ、そこ定かじゃねえってなるじゃん。うん、ってなるよ。ってことは夏色以外にも、うん、まあいろいろ有名な曲たくさんありますけど、ファンじゃなくても知ってるようなね、うん、これこの法則、うん、通用するんじゃないかって。確かに。ということで今日はそれを利用して、ほう、あの2番のサビの歌詞を、うん、まあ音楽なしで読み上げて、うん、何の曲か当てようっていう、うん、なるほど、へどへで誰でも知ってるような曲でね、へーへーへー、やってみようっていうことで。いいじゃんか、やってみましょう。あの自信ねえな俺は。僕も正直僕もね2番の歌詞ってなったら微妙な時があるから、うん、危ういかも。流れで歌うとかは全然できると思うんだけど、そうそうそう、カラオケとかでね、そうそうそう、こう2番の歌詞知らないけど歌えるとかはよくあるけど、うん、メロディーが同じだから、うんうん、歌詞だけポンって聞かされたら、そうそうそう、どれだろうってなる。いきなり2番だけだしね。そう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 1番なしの2番だけ聞かされるから、うん、そんな感じでやってみようと思います。いや、それじゃあとりあえず例題として僕からちょっと1問目いってもいいですか？いいよ、来いよ。舐めてんのか怖っ、超ヤンキーじゃん2番の歌詞カツアゲヤンキーじゃんそこだけなくなる歴史上。それじゃあ、第1問とはこのワンウェイロード後戻りはしないよ。このワンウェイロード、ワンウェイロード、1枚の片道切符、その思いが少しずつどこまでも広がってく、このワンウェイロード。はい、2番のサビです。このワンウェイロード、うん、最初が何やったの？このワンウェイロード後戻りはしないよ。このワンウェイロード、1枚の片道切符、その思いが少しずつどこまでも広がってく、このワンウェイロード。このワンウェイロード、このワンウェイロード、このね、あのね、このワンウェイロードこれ、このワンウェイロードっていう2回ワンが来るところをワンウェイロードが何かっていうのがちょっとちゃんと頭の中で組みはめることができたらわかると思うんだけど、これね、1番の歌詞のイメージが強ければ強いほど絶対出てこないと思う。これかなり両門と僕自分で思ってる。このワンウェイ、このワンウェイロード、カントリーロードじゃんカントリーロードはね、確か2番もねカントリーロードだよこのワンウェイロード後戻りはしないよ。後戻りはしないよ。このワンウェイロード。ワンウェイロード。一枚の片道切符。その思いが少しずつどこまでも広がってく。このワンウェイロード。このワンウェイロード。後戻りしないよ。おワンウェイロード。ああ一瞬来たかなって思ったのに。このワンウェイロード。毒される。絶対。カントリーロードが来ちゃう。このワンウェイロード勝手に舗装しないでカントリーロードに。このワンウェイロード後戻りはしないよ。ラップ系？あー、じゃあヒント出そうか。うん、ヒント出そうか。ヒント出そうか。ヒントは、うん、発売年は2011年。あ、うん、2011年、うん、今から12年前ぐらいの曲。うん、で当時のかなりヒットチャート、ヒットチャート、かなりヒットチャート。2011年、
の曲だったっけ。特徴的なダンスが流行ったな。ダンス、うん、っていうところがヒントですね。See all じゃないの。このワンウェイ、このワンウェイ、このワンウェイロード、このワンウェイロード。後戻りはしないよ。ゆったり系、テンポ早い系。あ、ゆった、ゆったりではないな。じゃないんか。あ、ごめん、2回目のところワン繰り返しじゃないわ。普通にこのワンウェイロードだわ。このワンウェイロード後戻りはしないよ。このワンウェイロード一枚の片道切符。その思いが少しずつどこまでも広がっていく。で、最後がこのワン、ワンウェイロードだ。うん。でもその最後のね、このワンの繰り返し、うん、当てはめれたら絶対わかる、これ。このワン、ワンウェイロード、このワン、ワンウェイロード、このワン、ワンウェイロード。このワンウェイロードのところはね、すごい特徴的なメロディー。ワンウェイロード。このワンウェイロード。ちょっと知ってるような曲とりあえず当てはめてみて。このワンウェイロード。このこのこ。はあ。なんかヒント。ヒント？レーベルはエイベックスですね。全然わからんわ。じゃあ、うん、まあグループとしては。グループの形としては、うん、ダンス&ボーカルグループ。エグザイルか。このワン。このあれか、なんかな。どれだ？ライライライジングさん、ライジングさん。このワンウェイロー。正解。あ、マジで？本当に？適当に言ったんやけど今。エグザイルのライジングさん。うん、そんな2番の歌詞は、このワンウェイロード後戻りはしないよ。このワンウェイロード一枚の片道切符。その思いが少しずつどこまでも広がっていくで、このワンワンウェイロードあるわ。てかライズライジングさんもそう、ライズライジングさんじゃん。それ。はあ。全然わからん。これかなり両門でしょ。本当に今適当やもん言ったの。いや今ジャストで当てはめてきたからおおって思った。分からんわ。こういう感じのクイズです。なるへそ。ということでじゃあ次たくみくんから第1問目お願いします。いい結構わかりやすいかもしれないな。マジで。はいじゃあたくみくん第1問、ね。何を出してくるんでしょうか。わけのわからんなんか。知らんバンドの知らんマイナー曲とか出してくるんでしょうか。いや。あ、オッケー、ここか。起きた？はい。なんでしょう。じゃあ行くよ。うん。ちょっと普通に言うように頑張る。そう。ダメだよ。リズム乗せたらダメだよ。音程なしでもリズム乗せたらわかるから。そうなんや。ちゃんと普通にこう、うん、さっき僕が読んだみたいに平坦な。ああ、ラジオ回電波、ラジオ回電波。そんな練習の仕方あるか。ラジオ界連覇、あ、行くよ、はい、濡れる体溶けてしまうほど、うん、昼も夜も離れずに、あ、なんか聞いたことある、過ごした時は本当なの、君は今何思う、あ、やばい、なんかそれ知ってる、僕知ってるんだ、知ってるんだ、すげえ聞き覚えあるんだ、ちょっと待って、もう一回読んで、もう一回読んで、濡れる体溶けてしまうほど、昼も夜も離れずに、はい、過ごした時は本当なの、君は今何を思う、あ、その君は今何を思う、めっちゃわかる、めっちゃわかる。なんだっけそれ、だって夢曲だもんねこれ。なんだっけそれ、めっちゃわかる、超夢曲。あ、なんだっけ、濡れる体、なんだっけ、濡れる体、濡れる体溶けてしまうほど溶けてしまうほど、昼も夜も離れずに、昼も夜も離れずに、過ごした時は本当なの、それめっちゃ僕で聞いてる気がする、うん、君は今何を思う、バリバリ聞いてる気がするそれ、うん、なんだっけそれ、いやもう日本人ならもういっぱい聞いてるよ、うん、
なんだっけ、ちょっと待って、ヒント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 。ヒントね、うん、難しいな、ヒントって言うとかな。まあ、バンドよね。バンド、バンド、バンドだよ、バンドだよ。そう、バンドよね。まあ、人数いったらあれやもんな。バンドで結構、まあ、歴の長いとこやね。で、なんだっけ、どこも出したらいいかな、ほんとなんだっけそれ。そう、結構やべえ、なんかやべえ、もうその歌詞ね、僕すっげえ聞き覚えあるんだ。めちゃくちゃ聞き覚えあるけど、とっさに言われたら出てこねえ。うん、何年ぐらいかな、寝れるからだ。結構ね、2000年代だったかな。2000年代、どこら辺かな。あ、いや違うな、1990年代だな。90年代。うん、君は今何を思う、うん、君は今何を思う君は今何を思う、うん、え、最初が濡れる体、溶けてしまうこと。ああ、もうすげえ思い出しそう、うん、もうね、ここまで、顎の上まで来てる。顎の上まで来てる。もうすぐや。あと少し。え、濡れる体、溶けてしまうほど。平坦になった。平坦になったな。なんだっけ、濡れる体、溶けてしまうほど、永遠を。グレーになった。違うな。濡れる体、溶けてしまうほど。パッパッパッ、ドラムのあれすごそう。ドラムの圧が、そうそう、ドラム回転しながら叩きそう。ベースがマイクぶん投げそう。そう、いやでもレーベルとか行ったら、俺が知識ないき、なんか少数派のやつとやったらちょっとバレる可能性もあるよな。濡れる体、溶けてしまうほど。違う、この俺を。いや全然違うの分かるんだ、全然違うの分かるんだ、全然違うバンドの分かるんだ。ミスチル系とか、なんかそっち系な気するんだよこれ。ミスチル系とか、なんかそっち系のバンドだってな気するんだよな。おー、危ねえ、レーベル言っとったら絶対バレたな。マジでちょっと。レーベルが特徴的なやつ。多分だって、ね、今所属のアーティストとか見とったら、ちょっとなんかめっちゃ少なかったもん。マジで。トイズファクトリーとか違うな。なんだ、ちょっと待って、やべ、出てこない出てこない、ドアスレというかスーパー出てこない、もう顎の上から上がってこない。あの一番気持ち悪い、あの吐きそうで吐けないゲロの感じ。どうしよっかな。めっちゃわかりやすいヒントはあるんやけど。バンド名は英語。英語。英語だよね。うん、英語なんだよね。そうね。濡れる体、溶けてしまうほど。うん、次なんだっけ、濡れる体、溶けてしまうほど。濡れる体、溶けてしまうほど。待ってね。濡れる体、溶けてしまうほど。昼も夜も離れずに、昼も夜も離れずに過ごした時は本当なの、うん、君は今何を思う、君は今何を思うがめちゃくちゃ聞き終わる。ボーカルはまあ背高いね。ボーカルが背高い、うん、でまあ頭いいね結構。イエローモンキーこんな曲なかったな。いや、イエローモンキーなんかあってな気がするこういうの。まあちょっとね、バレるかな。まあちょっとあの免許持ってるね、教師の。あっ、なんだっけ。ビーズは分かった、ビーズは分かって、ビーズは分かるんだ。そこまで言ったらビーズは分かるんだ。曲名が出てこない。君は今濡れる体、溶
溶けてしまうほど。これオーシャンか。濡れる体溶けてしまうほど。違う。メリークリスマスじゃない。いつかのじゃない。濡れる体溶けてしまうほど。なんかちょっと惜しいな、なんか。キスした体じゃないの。いや違うな。え、なんだっけ最後、君は何を思う。君は君きドラマの主題歌にもなってる。君は今何を思う。衝動。これは何だ。君は今何を思う。へい。これなんか。なんだっけ、何の曲、どの曲だっけそれ。めっちゃ有名よ。ビーズの有名でしょ。人気ランキング1位。ビーズの人気ランキング1位。22年の最新の結果投票では人気ランキング1位です。あれや、丘で月見上げてるやつ。なんだっけ、丘で月見上げるやつや。ではない。じゃあ、あれじゃないの。じゃない。マジで僕あれかと思った今。今何をも、君は今何を思う。なんか君は今何を思うみたいな、こんな感じだってな気がする。違うね。え、いやめっちゃ有名よ。もう何を有名な曲って言ったら、ウルトラソウル、あラブファントム、あブローウィン、あ、ゼロ、あ、愛の爆弾、あ今出したのに当てはめてみたらいいじゃん。夢見が丘、夢見が丘はビーズファンが好きなんだけか。え、え、当てはめて濡れる体、ぬるぬる、ブローウィン、ブローウィン、ウィンドウィン、イエス。で今の中にあるのに。嘘、嘘。ラブファントム、ラブファントムってなんだっけ、濡れる体溶けてしまうほど。汗か。あーって今だった、歌いながらあーって今だった自分で。あ、声だ。うわー、やっぱ分からんもんか、ここまで。表情が今みるみる変わったでしょ。濡れる体溶けてしまうほどみたいな。やっと出てきた。え、なんだっけ、もう一回返して。濡れる体溶けてしまうほど。あ、昼も夜も慣れずに過ごした時は本当なの、君は今何を思う。僕めっちゃ聞いてるわ。くっそ聞いとるやろこれは。いや、これすぐバレると思ったんけど、意外と。だって僕が多分幼少期ぐらいからずっと聞いてるこれ、うん、親父の車でずっと流れてたから、うん、俺もそうだよ。ビーズザベスト、トレジャーの方が、プレジャーの方が、プレジャーの方が、ビーズザベストプレジャーとビーズザベストトレジャーが永遠と流れてたから。黄色となんか赤とか、そう、あと銀色と金色のやつな、うん、赤と青と銀と金のデザインのな、うん、あの年代の車全部あのベストバズ流れてたから。めっちゃ聞き込んでるよ。マジか、うん、言われたら分かる。パッと歌詞だけ言われたら意外と分からんわ。そうか、うん、じゃあ僕もじゃあ次2問目いきますね。じゃあこの僕今から言うの、うん、あ、いやでも今の感じだったら意外と分かんないのかな、これ全部読んでも、うん、かなりねこれ特徴的なフレーズ入ってるんだよね。おだから最初その分だけ伏せようかなって思ったけど、あ、今のラブファントムの感じだったらいけそう。本当に大丈夫か。まあいいけど、まあ当てられたら当てられたで、ね、分かるか、うん、やっぱ分かるよねみたいな感じ。じゃあ言いますね、うん、You will always be inside my heart、うん、いつもあなただけの場所があるから、うん、I hope that I have a place in your heart too、うん、Now and forever you are still the one。今はまだ悲しいラブソング、新しい歌歌えるまで。ね。あ、意外といける、意外といけるこれ。いや、すっごいわかる。その最後の。最後でしょ。最後でしょ。何だったっけ、最初からもう一回。You will always be inside my heart。いつもあなただけの場所があるから。
I hope that I have a place in your heart too. Now and forever you are still the one. 今はまだ悲しいラブソング。新しい歌歌えるまで。ファーストラブ。おい、正解。やっぱ最後ね。これはそうね。これ一番にも入ってるから。一番特徴的。そう。わかる。わかりやすい、うん。だから最初伏せようかなって思ってたんだけど。うん。でもやっぱ一瞬わかんないんだね。そうね。ね。一発でわかるかなって思ったんだけど。やっぱ最後の2個やね、フレーズ。そうそうそう。でわかった。最初も、わからんでしょ、最初だけだった。英語、英語、英語来たじゃん。だから You will always be inside my heart、うん、いつもあなただけの場所があるから、うん、After I have placed your heart to、うん、Now and forever you are still the one それはむずいよ、っていう感じ。なるへそ。やっぱこれは分かったね、さすがにね、うん、じゃあ次君から2問目をお願いします。さあ次は何かな。これはなんだろう。ここで合っとるよね、ちゃんとサビ。ちょっとそこもちょっと怖っ。まあ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 、大丈夫と読んでみてください。誰より高く空へと近づく、輝きを集め光を求める、燃え尽きても、Still way to heaven、 構わないさ、Revelings to heartすべては真実と共にある。僕それめっちゃ聞いてる。歌詞すげえわかる。ちょっと待って、最初何？誰より高く空へと近づく。あ、やばい、なんかシドの、シドの VIP に侵される。誰より高くっつって。なんか侵されるよね。誰より高く空へと近づく、うん、輝きを集め光を求める。燃え尽きても。うん、Stay way to heaven、うん、構わないさ、Labyrinth to heart、 すべては真実と共にある。ちょっと待って、すげえ、ちょっと待って、それちょっと先行ってもいいんか。え、先、あ、ちょっとどこまでがサビかをちょっと忘れたんやけど、まあ、すべては真実と共にある、うん、少年は人の影で歪んだ憎しみを見た。あ、それはね、サビじゃない。お、そこまでわかる。それはわかる。お、ね、そこまでわかるんなら、それはわかるんだけど、うん、それはわかるんだ、わ、うん、かるんだけど、バンドと曲のシルエットが出てこない。歌詞は、歌詞はすげえそれ聞き覚えある。マジか、そっちのパターン。だからそれはわかるんだけど、バンドも曲も出てこない。歌詞はすげえわかんの。マジか。ちょっと待って、最後に読んだ分なんつった。少年は人の影を見た。少年は人の影で歪んだ憎しみを見た。なんだっけ、ビジュアル系、ビジュアル系だったっけな。俺は絶対出てくると思う。少年は人の影を見た。で、誰より高く空へと近づく。うん。輝きを集め光を求める。あ、ラルカンシェル。おお。虹。おお。はい。突然出てきた。いや、今何かすげえ当てはめようとして、いろいろ当てはめようとして、うん、でも誰より高くってなんか本当聞く、誰より高く虹だ。もう出てきた、出てきた。いや、あの、ステイトゥヘブンって言われて、ステイトゥレッドゼッペリン。いや、待って、レッドゼッペリン、あ、レッドゼッペリン、これ、あ、ラルクみたいな。ほら、あれがそもそも、うん、ね、レッドゼッペリンの天国への階段のオマージュだから。バカ、ラルクは、ラルクはそりゃ、うん、そうだよ、人の憎しみの影を見たって、そうじゃん、2番の歌詞でしょ、それ。うん、そうそうそう。はぁ、よぉ、いや、さすがにわかるかなと思ったけど。あ、違う、2番の歌詞じゃなくて、うん、あれだ。だから、それ、A メロの前の、うん、ハイドのセリフ。あ、そっか、誰よりも、ね、あの石の形がどうだこうだみたいな言ってるやつでしょ。おそれハイドのセリフだ。何も何も何もの前。ああ、あ、違うわ、全然セリフじゃない。少年は人の影に歪んだ憎しみを見ただ。あ、こんな世界なんてもう何もないようでしょ。うん、ほら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 
ラル、僕らラルクはダメだよ。でもまあ最初はちょっと迷った。最初一瞬迷った。うん、だってあの誰より高くであのシドに持ってかれたから。VIP。VIP に持ってかれちゃったから。誰より高くって、うん、そんな歌詞なかったなっつって。VIP に。あれ誰よりも今だからっつって。うんじゃあ次はじゃあラスト5区からラスト3問目これ最後の部分で当てれなかったら分かんないかも、うん、いきますね、うん、失ったものはみんな埋めてあげる、この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート、これがサビ、2番目のサビ、失ったものはみんな君が埋めてくれた。あ、いや、失ったものはみんな埋めてあげる。みんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり。変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。小さなぬくもり。うん、小さなその胸か。小さなその胸。変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。エンジェルハート。え、なんか最初のやつ聞いたことある気がするんだよ。失ったものはみんな埋めてあげる、この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。なんかこのちょっと短さもヒントかも。失ったものはみんな君がじゃない、みんな埋めてあげる。失ったものはみんな埋めてあげる、この僕に愛を教えてくれたぬくもり、教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート。なんか聞いたことあるんだよな。ほら絶対知ってる。なんかヒントはこのグループがデビューした当初は6人でした。もうんうんは7人くらいだったっけ、で途中から1人減って90年代の中盤に1人減って5人になりました、うん、失ったもの、でこの曲自体の発売年は2000年です、うんうん、スマップかライオンハート、おお、嘘、本当に正解、本当にマジか、なんと当てはめてみて、失ったものはみんな埋めてあげる、失ったものはみんな埋めてあげる、この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸エンジェルハート、あーメロディー一切出てきてなかった、嘘。なんかニュアンス、まあハートって入ってるから、ね、そう そうライオンハートか、そう、いいね、あ正解、難しい、なんか聞いたこと、じゃあ、うん、次君ラストの3問目、これはね、なんか特徴的な歌詞が一つあるんやけど、一旦そこの部分飛ばそう、うん、あ、じゃあそこの部分だったら、うん、ちょっと保留って言って、ここは保留って言って、うん、一文保留とかね、あー、うん、そうね、うん、じゃあお願いします、ちょっと待って、ちょっと向こうで聞いてきていい、また不安になった、どこまでさ、これはさあ、たくみくん戻ってきましたけど、戻りました、んこぶ、さあ、うん、3問目お願いします、はい、さよならまであなたのそばにいたい、うん、その日が明日来ても惜しくはない、私に一旦保留、うん、あなたといる世界を目に焼き付けたい、坂本真綾色彩、よかった一瞬でごめん、この曲はね、うん、申し訳ない、僕この曲一時期、うん、毎日聴いてたこれは問題が、説問が悪い、うそ、違う、だ、うん、ね、ラルクの虹とかは、うん、もう王道すぎて、うん、なんていうの、聴かない時期あるじゃん、そう
王道すぎて聞かない時期ある。逆に聞かんかな。坂本真綾とかはさ、うん、ほら言うほど国民的ではないじゃん。そう聞くよ結構そうな結構聞くよ。あ、そうな。だって僕昨日それこそ坂本真綾聞きながら寝たもん。ああ。タイミングが悪いいや意外と分からんから分からんかなと思ったんやけど、ちょっとラス1も問題もう1問出して、ま、ちょっといやごめんちょっと今の早く当てすぎた僕がだってまだ出題の途中だったもんだってもう聞きながらさ、うん、メロディーで頭に流れてたもんもあなたのそばにいたいっつって、うん、そっか。じゃあなんだろうな、何がいいかな。びっくりしちゃった僕も自分で、ああ分かったわっつってだね。さあ何でしょうか。まさかの匠くん出題タイミングが非常に最悪だったというまさかの事態で僕から出題中に当てられるというこの手のクイズにしては一番やってはいけないタイプの説問を。一応全部は言ったんやけど最後まで行けたんやけど、うん、なんかいいかな。さあ、しかもさ、うん、あのコンセプトとしてさ、うん、坂本真綾の色彩はゲーマーしか知らんやろファンかゲーマーしか知らんやろでもこっちで分かっておきいいかな。分かってるけどさニッチすぎて逆に分かるんだよ。ニッチというかまあ、うん、限定的すぎて分かる人たちが。ちょっと待って、何がいいだろう、迷うな。いやほらさ、最初のさ、うん、なんだっけ、あのビーズのラブファントムとかはさ、うん、もうスーパー国民的すぎてさ、うん、めっちゃ幅広いからさ、うん、どれでも当てはまりそうだけどさ、うん、色彩はもう色彩しかないもんさよならまであなたのそばにいたいで、なんかもうさよならまでっても言ってたもん、僕の中であなたの。いやでもまさかそんな分かりやすい問題を出すつもり、似てるだけの歌詞のはず。あー色彩だってふせたところで意味なかったもん。何がいいかな。これはどうだ、これは分かりやすすぎた。さあまたそれじゃあちょっとカットしますかね、たくみくんが問題決めれるまで。そうね出してみる。チンポ、うん、チンポブワーバチン出題しますバーンバチンこれが問題じゃドピュー真夏のオーピー。もうまた出てるの消え去っていくに真夏のオーピー君が去った、はははは、最後の花見に今年さ探しなったな、ないよな。ああはいはい、ということでじゃあたくみくん問題が見つかったということで、今度こそ最終問題、はい、お願いします。これちょっと自分も久しぶりに聞いた曲ないけどおお、なるほど、はい、いきますよ、はい。泣いてただろうあの時、うんうん、ドアの向こう側であ顔見なくても分かってたよ、声が震えてたから。なんだっけ、うん、なんだっけ、え、な、泣いてただろう、泣いてただろうあの 時ドアの向こう側で、うん、顔見なくても分かってたよ、声が震えてたから。パンプオブチキン、パンプオブチキンの、うん、なんだっけ、ガラスのブルースじゃなくて、ガラスのブルースかっこいいメロディーはもう浮かんだ、うん、どんなん。泣いてただろうあの時ドアの向こう側で、タイトルをど忘れした、ルル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 できなかった、
ねえねえ僕も泣いてたから錆びついた車輪悲鳴をあげルル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 ジャスカなぬくもり天体観測ではなくてタイトルはやべえド忘れした、プレゼントじゃないラフメーカーじゃない自分で言ってたグングニルじゃない今さっき言ってたギルドじゃない今さっき言ってたカルマじゃさっき言ってた、うんドア自分違うあ、車輪の歌そう車輪の歌いや、メロディー瞬発で出てきたのに、うん、タイトルがすげえド忘れ普通にタイトルド忘れしてドアタイトルドアドアあとガラスのブルース本当にあるからねあ、そうなあるよ聞いたことねえわああということでね、うん、これでよく分かったと思います。もしかしたらね、皆さんもね、聞きながら一緒に僕らと一緒にクイズしてたと思うんですけれども、うん、さあ皆さん何問一瞬で分かったでしょうか。坂本麻衣の色彩僕より早く当てれた人は、うん、コメントに書いてください。相当マニア。爆速でした。うん、終わった瞬読み終えた瞬間に、うん、坂本麻衣の色彩。早かった。大ファンです。あそうよね、いやまあラルクもだけど、うん、ラルクはね、うん、僕もたくみくんもねこう DNA に染み付きすぎて逆に、ね、代表曲聴かない時期が代表曲聴かない時期がハニーと虹逆に聴かない時期が、うん、あるからほとんど最近ほんと聴いてないもんね虹とか特に、ね、そうだからね坂本麻衣に関してはちょっと僕普通に、うん、ラルク並みに収集家なんで僕、うん、スーパーコレクターなんで、うん、分かってしまったんですけれども、まあねそんな感じでこのねクイズ結構楽しいんで皆さんもねお友達とかとぜひやってみてください。あ、みんな友達いないんだった。かわいそう。まあ僕らもお互いにお互い以外の友達あんまいないけど。うん、めっちゃ少ないけど。めっちゃ少ないけど。うんということでここまでのお相手ランベトンでした。というわけで締めの技ありたいんですけどか今最後の挨拶がど忘れしたもう今日いろんな頭を使いすぎて、うん、全部吹っ飛んだまあ実際に吹っ飛んでるもんね。バイバーイ。あ、血が飛び散ってる。怖っ。